これは、レナが一人で頑張らないといけないことだから。頑張って、全部終わって。今まで通りになったら、絶対戻ってくるから。日暮らしの泣く頃に、卒、7月、放送開始。レナさん、リカをひなみざわにとどまらせることができたら、その世界では、必ずあなたも幸せにしてあげましてよ。